4C37.11 とは地球から見てペルセウス座の方向に7億5000万光年離れた位置にあるセーファーアート銀河である。4C37.11 は他の多くの銀河と同じく中心部に超大質量ブラックホールを持つがそのブラックホールは連星関係にある。4C37.11 の連星ブラックホールは合計の質量が 太陽の約1500万倍もあり、銀河系の中心部にあるブラックホールの3.5倍の質量を持つが、ブラックホール同士の距離はわずか24光年しか離れていない。これは確実に連星系であると判明している超大質量、ブラックホールの中では最も近い距離にある連星ブラックホールである。4C37.11 の場合は、 非常に接近した二つの強力な電波源として分離して観測された。ブラックホールは互いの重心を15万年かけて好転していると考えられている。4C37.11 のような超大質量、ブラックホールの連星は銀河同士の合体によって生じると考えられている。4C37.11 の連星ブラックホールは 重力波の放出によって少しずつ軌道が小さくなっており、最終的には合体して一つのブラックホールになると考えられている。合体時にはとても強力な重力波が放出されると考えられている。しかし、ブラックホールの軌道落下はとても遅く、100系年もかかると考えられている。銀河系の中心部にある超大質量、ブラックホールのいて座栄の周辺には、 中間質量、ブラックホールの GCRS13E がわずか3光年の軌道を持つと言われているが、現在では GCRS13E の正体がブラックホールであるという明確な証拠はない。また、クエーサーの多い287には、太陽の180億倍もの質量を持つ、超大質量、ブラックホールの周辺を12年周期で公転する、やはり太陽の1億倍もの質量を持つ、 超大質量、ブラックホールが降転していると言われており、正しければ 4C37.11 の連星ブラックホールよりも近い軌道にあることになるが、連星として分離して観測されたわけではない。ABCDEFGHIJKLMNO4C37.11、セイファー ギャラクシーシンバトハット ABCDEFSCIENTISTSFINDCLOSESTPAIROFSUBERMASSIVEBLACKHOLESPHYS.orgHat the nature of the galactic center source IRS13Revealed by high special resolution in the infrared アーカイブハットエニューモデルフォーザペリオディックウトバースツオブザビエルラックオブジェクトイ287アストロノミーアブストラクトサービスありがとうございます